見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。近年、大人のいじめが深刻な問題になっている。厚生労働省の統計によると、いじめ、嫌がらせに関する労働相談が、ここ10年で倍に激増。労働問題に取り組む NPO 法人、ポッセ、ポッセを立ち上げ、膨大な数のいじめ、嫌がらせに関する相談を受けてきた高倉翔平氏がその実態を、近著、大人のいじめ、講談社現代新書をもとに解説します。男を誘ってるんでしょ。30代女性の愛さんが勤務していたのは、介護施設の大手フランチャイズの看板を掲げた小さな株式会社だった。業態は、利用者が通所して介護を受けるデイサービスだ。愛さんは、准看護師と介護職員初任者研修、旧ヘルパー級の国家資格を持っており、リハビリと介護の業務を担当していた。契約上はパートタイムで時給制だったが、実際には週5日、1日8時間のフルタイムで、夜勤もありの仕事を真面目にこなしていた。社長である施設長が施設に来ることはほとんどなく、役職のない4人の職員に現場のすべてが任されていた。その一人である女性の先輩職員から、愛さんは陰湿ないじめに遭っていた。この先輩は、愛さんの容姿や服装をいかがわしいとでも言いたげにあげつらい、男を誘ってるんでしょ、などと執拗に侮辱してきた。愛さんは、先輩より若い自分に対する女の妬みだと感じていた。嫌がらせは業務にも及んだ。勤務日のシフトを決める際、愛さんが休日の希望を出すと、甘えてる、独身なんだから会社を一番に考えて、などと吐き捨てるように言われ、拒否された。夜勤についても、もともと愛さんは精神疾患を抱えており、面接時に社長にできないと伝えていた。ところが、これを断ろうとすると、なんでやらないの、と無理やり入れられてしまった。昼ご飯の時間すら、今、そんな場合じゃないでしょ、何休憩してるんだよ、と休ませてもらえなかった。愛さんの父が事故で亡くなった時でさえ、仕事か親か、どっちかを取れ、と出勤を迫られるほどだった。こうした先輩による愛さんへのいじめの背景には、女だから、妬み、などでは説明できない、職場の崩壊があった。